高根第二ダムは、岐阜県高山市高根町日陰地崎、木曽川、水系飛騨川に建設された、発電専用ダムである。高根第二ダムは、中部電力が、飛騨川の電源開発計画の一環として、すぐ上流に位置する認可出力34万、キロワットの揚水発電所、高根第一発電所の会計を形成するダムである。着工は1963年であるが、 完成は高根第一ダムより早く1968年である。ダム直下には認可出力25100キロワットの高根第二発電所が付設されている。ダムの高さは69.0メートル、形式は中空重力式コンクリートダムである。この形式のダムは全国でも珍しいが、管理者別で見ると中部電力の管理ダムが目立ち、 高根第二ダムの他大井川にある畑、定第一ダム、畑、定第二ダム、井川ダムが、中空重力式、コンクリートダムである。また、伊比川にある横山ダムも、中空重力式、コンクリートダムであり、現在は全く建設されない、同形式が密集する特異地帯でもある。高根第二ダムは、国道六十一号沿いにあるが、この付近には、高根第一 第2ダムの他、浅木ダム、クグノダム、秋神ダムと発電用ダムが密集している。ありがとうございます。